こんにちは、共和党のネトウヨのギングリッチです。岸田です。それほどネトウヨではないですが。単刀直入に統一教会よろしくお願いします。この男がカジグリです。日本の統一教会です。統一教会は悪事を働きますが、決して逮捕しないでね。安倍晋三からおおよそ聞いていますが、よくわかっていないです。説明しましょう。安倍晋三のおじいの岸信介は、太平洋戦争の戦犯です。命乞いしてきました。CIA のエージェントにしたんです。当時は、東アジアの共産主義を食い止めようとしてた。韓国も同じです。そこで、騎手と文鮮明を引き合わせた。安倍晋三は、米国の要請に加えて、日本におけるてめえの権力拡大の道具にしています。安倍晋三は、統一教会を思う存分暴れさせています。今、日本では、ツボブームです。よく、わかりました。岸田、私も、総理大臣をやりたいです。総理大臣にさせてくれれば、何でも、やります。統一教会は、悪事を働けられても、決して、逮捕、しません。